2007年大阪でのカンテル・ゲルド・カンテルは、エストニアの陸上競技選手。2008年北京オリンピックの金メダリストである。二人に出身。カンテルは、2004年アテネオリンピックでは60メートル05、で予選落ちするような選手であったが、翌年の2005年4月28日には70メートル、10まで記録を伸ばすまで成長する。 8月7日のヘルシンキの世界選手権では、2000年、シドニー、2004年アテネオリンピックチャンピオンの、リトアニアのウィルギリウス・アレクナに5投目を終わった、ところまでリードし、金メダルに手が届くところまで来たが、アレクナに、最終投てき70メートルスローで逆転される。しかし、カンテルは、世界選手権で、銀メダルを獲得した。 さらにその一週間後から始まったユニバーシアードでは金メダルを獲得した。カンテルは2006年のヨーロッパ選手権でもアレクナについで銀メダルを獲得。また2005年2006年のワールドアスレチックファイナルでもアレクナについで2位となかなかアレクナに勝利することができなかったが2007年の大阪の世界選手権で68メートル94でアレクナを おろし金メダルを獲得した。2008年北京オリンピックでも、決勝で4投目に68メートル82を投げ、2位の、ポーランドのピョートル・マラチョフスキにちょうど1メートルの差をつけ、前年の世界選手権の金メダルに次いで、オリンピックの金メダリストとなった。カンテルは2006年の9月4日に、スウェーデンのヘルシンボリにおいて、6頭中4頭で70メートルスローも、 見せるという離れ技をやってのけた。このうち4投目の 73m38 は、カンテルの自己ベストで、また、ドイツのユルゲン・シュルトが1986年に出した 74m08、アレクナが2000年に出した 73m88、に次ぐ、世界歴代3位の記録となっている。2014年のヨーロッパ選手権では、 天候の悪い中ロバート・ハルティングに次ぐ 64m75 で銀メダルを獲得した。オールタイムメンズベストディスカススロー陸上競技者編17、171ページ。ありがとうございます。